アッパドナやリッツァ海軍基地は、ロシア連邦ムルマンスク州にある、ロシア海軍の基地で、北方艦隊の一部が拠点としている。ザーパドナやリッツァ海軍基地は、ロシア極北のコラ半島最西端にある、リッツァフィヨルドに設けられている。ムルマンスクからは、約 120km、ノルウェー国境からは 45km の場所にあり、マラヤロッパとか、アンドレーエイエーバワン、ボルシャヤロッパとか、 ネルピーチアの4施設がある。気温の変化が激しい上に強風が吹きつける厳しい気候と43日にも及ぶ冬の長い局や、さらには岩だらけの地面や多数の川と沼地など、ザーパドナやリッツァは極めて生活困難な土地である。一方でこれは軍事施設の警備上は有利なものとなっている。ザーパドナやリッツァは1939年の第2次、 世界大戦開戦当初に独ソ不可侵条約に基づいてナチスドイツの海軍基地として建設された。ドイツ艦隊の北方基地として使用される予定であったが、翌年にはノルウェー侵攻が成功したため、用済みとなっていた。その後、ソビエト連邦が1950年代に原子力潜水艦基地として再開発するまで放棄されていた。最初に建設されたマラやロパとかは、 ソ連発の原子力潜水艦 K-3、レニンスキー・コムソモールの母校であった。1958年に基地近くのザオゼルに、現在のザオジョルスクに開拓地が作られたが、その存在は秘匿され、様々な別名で呼ばれていた。現在、ザパーパトナやリッツァには、原子力潜水艦に由来する放射性廃棄物が大量に存在し、深刻な環境問題を引き起こしている。 ビデオゲーム、トゥームレーダークロニクルのロシアでのエピソードで、ザ・パトナやリッツァが舞台となった。ありがとうございます。